チュース。ピースオブケークの翔太です。さっさんです。あさちゃんです。本日も最後までよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。毎週日曜日ゲーム動画投稿の日となっております。はい、はい、前回、はい、ラストで言った通りに巨大洞窟を、うん、今回は探検してみようと思います。はい、大丈夫？前回ほぼほぼ取れてなかったあさちゃんの功績をみんなでまず見に行ったりしなくて大丈夫？そこは取れてるんですよ。あ、取れてる。ラスト10分くらいは取れてたんですよ。あ、なるほど。作業してるところは取れてなかった。作業してるところはまるまる取れてなかったです。うん、ビスケ君隠れてますけど。なんすか、もうこれの紹介だけちょっとしますか。まあ皆さんも知っての通り、こちらピースオブケークのねチラシが出来上がりました。実はね、撮影日はだいぶ前に撮ってるんで、はい、今日出来上がったんですよ。なのでここの動画でちょっと紹介させてください。ここにあの賞金首ね、50ベリーのねベイヤンがいるんでね、こちらもあの、はい、そんな感じです。じゃあ行きますか。はい、お願いします。ということで本日はビスケのマイクラ生活。イエイイエイ。地下探検しなきゃいけないでしょ。うん、あ、はい、死なないように頑張ります。まあ、やばいと思います。何するかが全く分かんないんだけどさ、この間見た感じだと。地下ですよ、地下。だから要はあのでっかい空洞に何があるのかを見に行く、うん、でなおかつその資源が豊富なんですよ。鉄だったり、上がってこれなかったらダメじゃね、石炭だったり。そこは帰ってくるまでが探検です。っていうかさ、行く前にさ、松明大量に持ってってさ、植え込みながらどんどん行かないとさ。あ、まあそんな感じですね。ダメなんじゃん。松明は少し用意しました。ピッケルも大量に用意しないとダメなんじゃん。まあそこはおのおのちょっと、おのおのやるんだ。やってくださいって、はい、またあの、切って終わりました。はい、行きますか。はい、本編の方、ご覧ください。どうぞ。見て、いた、なんでいつも叩くやん。間違いいつもケツ叩くやん。はい、それでは首がグニグニ、首がグニグニ、二人してグニグニするな。はい、それでは地下の方に行きますか。はい、行っていきたいと思います。はい、ある程度ね、あの松明は下に用意したんで、武器とツルハシと持ってってください。はい、ベッドもあの 外にあって地下持ってくんで。武器切りいいかな。ちょっと危ないかな。松明どこに入れました。松明下にある。どこに。下も地下、地下、地下。あ、地下にあるの。うん、そういうことか。行きますか。レッツゴー。落ちない場所、落ちない場所、真ん中だな。ベッド1個、2個。あ、ここにタイマーさんのね。3個。そうっす。え、これさ、数本欲しい場合どうしたらいいの。はい、そしたら分配します。さあさん来てください。戻せばいい。ツルハシ戻し、戻した、戻したよ、63本戻したよ。こっち来て。うん、何その技術。はい、20数本ぐらい。僕、はい、翔太さっさと取りに行かない。え、いや、オイラいたら邪魔かなと思って。 OK、33本いや、俺も即死したくないから、ある程度どこにくっつけよう、陸地。これ海だよね。あ、落ちた。これ海だよね。あ、落ちた。ザパンって言った。ザパンって言った。あ、危ね。いや、リスポーン地点先に設定しない。ちょっと待って、いい、落ちた。ポーンしたら翔太はどこに行く。あ、向こうの島に行く。向こうの島に行きます。ピースオブケーキ。マジどっから攻めよう。まあ、下に水あるから行ってもいいんだけど、絶対危ないから回り道を作りましょう。作ったよ、なんか。ん、あ、そう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 、そんな感じで1段ずつ下げていくのも手っす。これって1段下がってるのかな。
ちのまな板も。無理だろこんなん。ちょっと待って、あなたを救出するためにもそっちになんか行けるように頑張ってみてんだけど。頑張って。待って待って待って。槍が飛んできた。お前どこだよ。お前どっからだよ。どこ。どこだよお前。え、槍のやつどこにいんの。怖い怖い怖い。シュッらしいんだ。スケルトンどこにいるか分かんないっす。ああ終わった終わった終わったってどういうことかな。しかも夜だしね。こっち始まったよ。俺の島探しから始まるよこれ。またリスポーン地点のね、リスポーンをしたら、いや、ありました。あった。はい、もう今回は早く、よし、帰っていくぞ俺は。リスポーン地点のやり方だけ教えてください。地下にベッドが置いてあるんで、あの、タッチして。了解しました。そうすれば設定できます。ひぃ、怖いんご。とりあえずこのまま向こう岸まで繋げますか、サスさん。下に降りれねえ。あ、もう地味に一段ずつやっていくしかない。うん、あ、翔太戻ってきた。おかえり。おかえり。タッチ。リスポーンどうやってやるので、それでベッドから起き上がればもう OK。 よし、行くぜ。攻める。どこ、みんな。ん、今、こっち。あ、まだそこ。うん、まだそこって安全に行ってんでしょ。安全策で安全策。次は任せなさい、俺に。どんどん掘っていけばいいね、一段ずつ。うん、どういう感じにいってる。え、階段で、階段の感じで下ろしていってる。オッケーす。あぶねー、落ちる。なんか朝ちゃんが宙に浮いてる。うわ、水の流れに逆らってます。濃い。これがあの俗に言う朝ちゃんの滝登りっていう現象です。初めて聞きました。あ、落ちた落ちた、また落ちた。うわ、しかもなんか今度サーフィンやりながら落ちた。おお、やばい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 。どういうこと。いや、サーフィン滝とともに落ちた。滝とともに私は落ちていく。水の流れに逆らって登りたいけど登れない。やばいやば、始まって、また俺だけ死ぬのか。大丈夫だよ、リスポーン地点設定したから。そう、設定したから大丈夫だよ。違う、そこ、そういう問題じゃないんだよ。そういう問題だよ。ちょっと待って、帰ってこれるよ、また。クモの目って食えるの。食べれる毒になるけど。おい、先に言って。おお、死ぬやん、これ絶対。何でも食べようとしちゃダメでしょ。お腹空いてる子なの。ちょっと先に言ってくれない方が。いや、今言ったやん。言われた瞬間に言ったやん。そんで、サスさん、下に向かって掘りましょう。いや、下はなんか危険なんで。じゃあ一段ずつ掘っていけばいいんですよ。例えば、見てください。こうやって、そう、一段掘って、じゃあ、手前掘って、降りる、一段掘る、で、前に一段掘る。この繰り返しで下降りてきますよ。松明置くってやると。これはもう任された話。うん、あのちょっと広げときますね、あの分かりやすいように。しかし深いな、めっちゃ深い。この下全然あるもん。まだまだあるの。まだある。ええー、だってこれ俺さっき落ちたところより浅いっすよ。ちょっとあの Y 軸何メートルになってる。 YYY どこ。 Y 真ん中。 Y マイナス47っていうことは、ブラウザしまーす。ブラウザ、うん、ワープできるの。ここまであんまりね、やりたくないんだけどね。おい、そんな裏技あんのかよ。 PC of KK。 さあ、ちょっと一回戻ってきて。寂しがり屋か。
さあさ、うん、こっち見て、ちょっと行ってきます。これでこの位置だから飛んだってこと。うん。で、俺らどうすればいいの。うん、そこにちょっと待ってて。ただいま。ここ今、俺降りていったじゃないですか。朝ちゃん、宙浮いてるよ。ミスターマリックやん。ああ、これまた、またミスったら俺今度ダメージ食らうぞ。じゃあもう一回行ってきます。よっしゃい。これで、どこに飲むの。はい、さあさあ、はしごかけたよ。はしごから降りてったら安全です。マジで松明足んねえわ。あれ、松明は松明持って、おいら新たに取ってないよ。僕持ってる。何本。55本。なんで、なんで松明なくなったから。はい、ということで寝ない。え、寝ないということで、まあ探検したんすけど、はい、まあ広すぎて松明が足らないっていう状況に陥ってました。はい、はい、じゃあ次回は松明集めますか。松明を集めるの。木を切って松明をたくさん作って、もうちょっと冒険しよう。俺ら鉄集めます。はい、はい、ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。次回の動画もぜひご覧ください。おい、それではせーの、チャオ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、チェックしてみてください。それでは、せーの、チャオー。